今回は魔法少女に憧れて第3話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まった。来た、横棒横棒、あー横棒横棒、まっまかわよ。目のとこ親子でそっくりだ。よしじゃないが。なんがよし、なんだ。なんてまがまがしいゲートなんだ。戸締まり必要なかったわ。本拠地あった。なんだこの前衛建築？初期面とかいるんだ。なかなかいい部屋ではないですか。そろそろお暇してもいいですか？もう帰りたがってら。新キャラ。ダボダボかわいい。ゆっくりしていってね。あらもうええ袖だわ。かわいい。キウイちゃんだ。あらがキウイ？手榴弾。キウイじゃなくてパイナップルじゃねえか。ぶっ飛べ。チュドーン。爆発落ちなんて最低。いきなり手榴弾を持たせるなよ。この子先輩やったんか。尻提供。提供がもうエッチ。おい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 。よくこれいけたな提供。今日は受けなんだ、提供より。攻めてる提供だな。間一発逃げたか。ベーゼちゃん、あれを無傷で回避するのか。よくかわせたな。見られてた。煽り寄る。なんであんなにヘラヘラ笑ってたのかなって。嬉しそうですね。ちょっと気持ち良くなっちゃってたので。来た来た来た。変身バンク来たー。ちょ。変身バンクを光で隠すな。そこ光入れる意味ある？これまた際どい。下半身がドスケベってレベルじゃない。エッチになった。アップは規制対象なんだ。レオパルトちゃんかわいい。履いてないのかと思った。うわあ。いきなり撃ってくるじゃん。これが汚いキュアマジェスティですか。攻撃が可愛くなさすぎる。これも受けろフィナーレだろ。ゴロゴロを。マジやべえぜ。早速先輩にしごかれてる。本拠地で戦うなよ。火力エグいな。さっ。うおおおお。これ絶対。エッチすぎる。いや、提供そこかよ。ズリズリしやがって。なんですかその動きは、もっとやれ。極太光線で草。謎の光が仕事しすぎだろ。なんで来てるのに光入るんですかね。キウイちゃんお腹がエッチすぎる。領地上波で流せてんなこれ。待ってキウイずっと光入るの。ベーゼちゃんはなんで？なーぜなーぜ？似たー。興奮してやがる。攻められて喜んでるぜ。あ、流れが変わった。そのための触手来たー。ぐへー？やったぜ。閉じ込め。便利だなそれ。スイッチ入っちゃった。見境なしかお前。そもそもこんなのやりたくない人だし。こちょこちょの刑でもするんか？かわいいからー。同僚で SM プレイを始めるなよ。ニッコニコ。めっちゃいい顔。本性表したね。サイコ感増してきたな。そんなキラッキラな笑顔で言われても。本音きた。素質あんなー。ダメだこいつ、なんとかしないと。これは悪の大幹部。クソヤバ女かよ。変態がすぎる。あーあーあー。状況数分で逆に分からせられるのマジで草。もう完全にやべえやつなんだよな。こいつやべえ。なんつうサディスト。覚醒してんな。気持ちいい程度の電撃。上げていくぞ。あへえ。よだれエッチだねー。以上女同士のバトル面白すぎる。様になってるな。これはクソヤバ女ですわ。追加入ります。尻。何も見えねえ。一応、仲間、なんですよね。こいつ楽しくてやってるから終わりどころが見えねえ。コガちゃんがとんでもないことに。漏らすまで終わらなさそう。貨幣？神アニメすぎるでしょ。マジで今回やべえ。落ちたな。味方も調教していくのか。アメとムチがお上手なことで。リミッター徐々に解除してる的な。もう外れきってない？ユリの波動を感じる。この距離感、いい？腰をサスサスするな。落ちちゃったね。キウイ調教されてるやん。あごくい。調教完了。女幹部感どんどん増してくる。メス顔。目にハイライトが。一瞬で力関係が逆転してて草。これは落ちたか。罪な女よ。ツヤッツヤで笑った。やらかし自覚はあるのね。ストーカーが。また新たな女か。悪質タックル。あらあ。ゴロゴロを。ぐえええ。すげえ転がったな。キウイちゃん。お前も同じ学校かよ。転校してきちゃった。そこまでする。あらあ。転校早すぎない。キウイ完全にウテナのこと好きになってるやん。シュッシュきたー。怖いよ。これは押しかけ女房では。サイコレズが転校してきた。
なんだこれ。朝からイチャついてるわ。待ち受け魔法少女。デートかな？悪質タックル。毎回当たりが強い。なぜ飛んでくる？毎回その登場の仕方なの。距離激近なんよ。デートだ。やっぱりデートじゃないか。キウイかわいいな。やっぱりこういう枠のアニメも大事だよな。体も、意味深。ラマル保育器満々ではロタ。やっぱユリじゃん。美味しそうなパンケーキ。普通のデートで満足できるのか？このダウナーなメスガキ最高すぎる。キウイちゃんのアカウントどこですか？ああ。わかるなぁ。人前で食べるの恥ずかしくて。ぼっち飯。バレてた。おいやめろ。恥ずかしがりのヒイラギウテナちゃん。かわいいねぇ。お前もかわいいぞ。押し込み。これがキマシデート。一口がでかすぎんだろ。スマホバッキバキで草。すやぁ。ちゃんとデートしてるじゃん。イチャイチャしやがって、早く結婚しろ。真面目いときたー。そんな国民的ヒーローなんだ。アズール買ってて草。おっぱいでかいだけの女。お前もおっぱいでかいやろがい。変身してたときと違うね。視聴者が聞きたかったことをやっと聞いてくれる子が。ハンドル握ると性格変わるってやつ。普段は引っ込み思案の女の子だけど、変身するとタガが外れるのいいぞ。悪の組織なのに。放送コード的にやっちゃダメ。見えた。承認欲求モンスター。なんでこのパンツには光が入らないんだ。嫉妬してて草。人のバズりが許せないタイプだ。やだー。もっと私をチヤホヤしろ。自己顕示欲強強があるじゃん。現役プリキュアなのに、2回目。悪の組織の素質とは？女王。やばいですよ。はい、アウト。ごきげんようじゃねえ。どんなタイミングで来るんだよ。即答。理由が適当すぎて草。そんな勧誘ありなんだ。こんな単純なやつ初めて見た。ウテナガチ勢になってしまった。ガチ恋やんけ。完全に落ちちゃったね。一緒にトランスマジア。今？え？さらっと変身した。強制変身。不意打ちすぎる。そんな簡単に変身できるのか。こんなところで。随分と個性的なコスプレですねー。デートの記念で変身するな。ほらー。そらそうなるよ。急に地女が出てきたらびっくりするよな。出番あった。魔法少女来るの早いな。前工場とかいらねえ。プリキュアだろお前。ヤジ飛ばしてて笑った。真面目か。人の良さが出ちまってるよ。まあ何もしてないよねまだね。変身しただけなのん。マゼンタちゃんマジちょろい。チャオ芝生か魔法少女芝生か。魔法少女が好戦的すぎる。煽り散らかすのが魔法少女側っていう。サルファーク向きだよな。ぶっ飛ばしてやんよ。2VS3 か、どうなることやら。ここ二人にしちゃダメ。おっぱいでかい推しとの戦いだ。このコンビはあかん。どっちもあんまりやる気なくて笑う。なんで残ったのかな？レオパルトとサルファのバチバチ好き。煽り合いやめろ。殺意むき出しだ。一応市街地なんだしぶっ放すなよ。何を考えているのかつかめないやつね。エッチなことばっかり考えてますよ。今日は何を意味深。期待してて草。こいつも落ちてるやん。期待してますやんけ。アズールはもうダメだ。ドスケベ BGM やめろ。やっぱ期待してるー。もう手遅れみたいですね。この欲しがりがよ。アズールさんもうダメみたいですね。自分から言った。はいよ。状況済みです。楽しんでるやん。お前もこっち来い。完全にハマっちゃってるじゃん。ド M に目覚めちゃったか。パイスラ。おっぱい。ニッコニコで笑った。よだれ出てますよ。ベイゼちゃんさー。ツンツン。見せられないよ。ダメだこいつ。何興奮してんねん。何をされるって。服着てるんだから光どけろ。パーン。パーン。おっぱいビンタきたー。よだれを垂らすなよだれを。いいビンタやな。これはウィンウィンの関係ですね。相方は真面目に戦ってんのに楽しんでるじゃんお前ら。ペチンペチン。だいぶ気持ち良さそうですね。これもマジカルスパンキングに入ります？全裸空間きたー。なんで急に全裸になったんですか？真顔。潤っちゃう。これはもう優勝ですわ。胸ビンタはレベルが高くてドン引きですよ。ほんといい顔する。目の光が増してきたな。主人公のしていい顔じゃねえぞ。手動音。後ろでめっちゃ爆発してる。一方その頃。まともに戦ってら。
こっちは結構真面目に戦ってるのに。お楽しみしてる間に向こうはピンチだ。レオパルト負けとるやないか。おっと。なんや。あれ、解放された？オンブルル裏切ったんですか？かかったな、それはフィグアだ。せっかく買ったのに。貴重なアズールフィグアが。ブラーン。放置プレイでくさー。しばらくそのまんまでええんちゃう？ムカつく。アズールだけ落ちるの早くない？お礼言えるの偉い。え、キウイちゃん可愛くないですか？また買えばいいって言える財力。フィグアは犠牲になったのだ。これは天然たらしですわ。惚れてまうやろう。あーこれ余計好きになっちゃう。ヒーローじゃん。中しろ。名前にベーゼを冠した女だからな。ホテル行こう。おまわりさん。そうだよな、自宅でいいもんな。続きは薄い本か？冗談に聞こえなかったけどな。やっぱホテルじゃねえか。目が本気すぎる。襲われちゃう。ウテナちゃんの低層危うし。このぶっ飛び具合最高すぎる。アイドルアニメ来たー。魔法少女がアイドル？父しばき笑顔提供。アズール金箔提供ありがとうございます。最後まで提供でも攻めるスタイルいいぞ、もっとやれ。ED の雰囲気でごまかそうとしてるけど、このドスケベはごまかしきれないからな。エッチなのにこれでユリ成分もマシマシになってきて最高すぎる。もっとギリギリ攻めて MX 君怒らせてもいいんだよ。マジアズールさん、そのうち本当に自ら進んで攻撃を食らいに行きそう。3話の時点でかなりヤバい内容だけど、こっからさらに過激になるんか？Y 原作勢このやりとりがほんと見たかったので大満足。最後に単行本の小ネタまできっちり拾ってて120点。ウテナの程よくだらしないスタイルがエッチだと思います、コナミカン。変態な女の子しか出てこない。いいね。アズールはもうダメだ、挨拶。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。